おいっす。さあ今日はケイさんをお迎えしてのコラボになりますね。はい。2ヶ月イラノチャンネルのが空いてるみたいなんですよね、K さん。あ、そんなに？そうです。裏側では出てもらってたんですけど、裏側のっていうのはちゃんとお二人が並んでのコラボはイラノチャンネルでは2ヶ月ぶりなんだ。はい、なります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもそういえばもう一人いるとかなんか。3人とか、ああそうですね、コラボの先で僕が来るっていう、そうですね、MC だったりとかで湯沢さんが出てるのがあったんですけど、お二人の純粋なコラボっていうのは2ヶ月ぶりになります。よろしくお願いします。まず最初の質問をお伺いしたいんですけれども、レオンマンさんからの質問が届いています。お疲れ様です。井山さんも K さんのチャンネルも両方登録させていただいております。質問ですが、もし井山さんと K さんのお二人で一泊旅行に行くとしたら。一泊ですか？まあじゃあ一泊じゃないとしましょう。一泊、まあお二人で旅行に行かれるとしたらどちらに行きたいですかという質問いただいております。一泊じゃなくていいんですか？はい、一泊じゃなくても大丈夫です。1ヶ月にしましょうね。1ヶ月、はい、まあ1ヶ月だったらまずメキシコですかね。ああそうですね、それ考えると一泊だとまず無理ですね。往復でも終わっちゃいますよね。往復っていうか片道でそれで一泊で踊れたんですね。あ、メキシコいいですね。そうですね、でメキシコ行くとやっぱ自分のホーミーたちいっぱいいるんで、まあすごくもうめちゃくちゃ治安が悪いんですね。おまわり同士が打ち合いしてたりしてるんですけど、まあ空港行けばホーミーたちがいっぱい迎えに来てくれて、まあどこ行っても安全なんで、多分めちゃくちゃ楽しめると思います。例えばそのメキシコの中でも、そのKさんのホーミーたちがいる場所っていうのは地区でいうとどこ？いやどこに行ってもいますよ。あ、そうなんですね。はいはい、あってなるとその力の方々っていうのはもうメキシコ一体ってなるんですか？なんですかね。カリフォルニア行くと、はい、そのチカノのやつがいっぱいいるんですよ、でメキシコ行くと、はい、やっぱメキシカンマフィアっていう風になっちゃうんですけど、はい、それの自分のホーミーたちがいっぱいいるのと、あとはやっぱチカノってもともとあんまりお金が裕福じゃないじゃないですか。でアメリカって子供産むのにやっぱ150万ぐらいかかっちゃうで、やっぱメキシコでどうしても子供を産むと安いから、うん、分かんないにメキシコで産んで、でボーダー通ってアメリカで産んだことにしちゃう人がいるけどバレるんですね。それがバレると親兄弟はみんなアメリカ人なのにメキシコで生まれた子供っていうのだけメキシコ人になっちゃうんですよ。そうするとアメリカシリーズンってアメリカの国籍をもらえないんですね。それで刑務所行くと強制送還食らっちゃうんですね。そういうホーミーたちもメキシコに結構なんですか強制送還されたまま向こうにいるんですよ、だから行くとやっぱそいつらがみんななんですかねガードしてくれるんで、ぜひ見てみたいですけどね。見てみたいですね。ぜひ行きたいです。そのメキシコでも一番栄えてるとこっていうのはやっぱメキシコシティですけど、メキシコシティなんですね。でもやっぱそこはもうなんですかメキシコ行ってるっていうよりもやっぱ東京とかニューヨーク感覚になっちゃうんで。そんなでかいですね。そうですね、だからそういうとこ行っても面白くないからやっぱカンクンとかマサクランとかそういうリゾート地行って、女性いっぱいいますか？もうちょっと、はい、そうですね、楽しみで、いやいやでもそれぜひ行ってみたいです。本当にそうですね、もういつかねKさんがそのメキシコ行かれる時にちょっとなんか声かけてもらえたら僕全然行きますんで、自腹でも何でも。うちは結構みんなで行きましたね。うちは子供がまだ11ヶ月の時もメキシコ1ヶ月半ぐらい行ってて、ぜひ行きたいですね。メキシコの方は入国はできるんですか？できますできます。ああそうなんですね。僕でもできるできます。ああじゃあいいですね。ぜひその時は指一本しかなくてもできますよ。あへえ。カメラも密着させていただいて、はいぜひ行ける日を皆さんお楽しみにしてお待ちください。ありがとうございます。さあ続いての質問いきます、はい、西郷隆盛さんからの質問です、はい、日本とアメリカの出所後についてお聞きしたいです、はい、日本の場合か、片木の場合だと出所後なかなか生計を立てるのが難しいですが、アメリカではどうでしょうか。以前の話でアメリカでは自由に資格の勉強ができ、その資格をうまく生かし生計が立てられるのでしょうか。取り上げていただいたら幸いですということで、アメリカは中で何でも資格取れるんですね。全ての学校があるんで、はい、でやっぱ自分のホームとかでも歯医者の資格を取ったやつがいて、はい、で今サンフランシスコで歯医者やってるやつがいるぐらい。元囚人が今歯医者って、やっぱり夢がありますよね。日本でそれはちょっと無理ですもんね。ということは、僕以前の圭さんの話からお伺いしたときに、高校の卒業の資格とか、そういったものもなんか取れるっていうふうに。そうですね、全部取れます。大学も卒業できますね。ああ、ってなるとやっぱり例えばアメリカとかってその就職に対して、例えば日本であれば、中卒でも働く場所っていうのはぼちぼちあるじゃないですか。アメリカってその見方ってどうなんですかね。例えば、大学を出てた方が就職しやすいとかっていうふうにやっぱ見られるもんですか。業種にもよるんじゃないですかね。やっぱそういうなんですかね、ウォール街とかで働くんだと、やっぱね大学卒業してないとダメでしょうし、で。なんていうんですかね、そのアメリカの刑務所の中で、そういうホビー的なことで、例えば革細工とか、学校行ってるやつとかで、今よくケーブルテレビで、ボロボロの車持ってきて、仕上げてってやってんなんじゃないですか。あれのなんですか、シート作ったりとか塗装してるやつ、全部刑務所一緒だったやつですから、そしたら中でみんな勉強して、今あれ出ててめっちゃ稼いでますけどね。あいつらああいうのを中で勉強して、でそれを生かして、で今そこでそういうとこで使われて、でテレビ出てね、シート縫い上げたりとか、で車カスタムしたりとか。その中だけで今3人自分のホームに入ってますからね。そのアメリカの刑務所の中で車のなんか勉強もできるんですか。できます。何でもできますよ。だから例えばそういう革細工勉強しておけばね、そういうこういう椅子でも張り替えもできるじゃないですか。それに例えばね模様を入れたりとかもできるから。よくハーレーの椅子とかアメリカ行くとほらすごく取ってるじゃないですか。でそういったそういうのも作ってて、でなんだっけな、アメリカングラなんかテレビがあるんですよ。それでも取り上げられて、で何回もテレビ出演して一気に有名になっちゃって、今もう注文しても出来上がってくるの1年先とか。人気なんですね。アメリカの方が幅がじゃあすごくあるんですね。全然違うね。日本の刑務所ですそんなにない。木工、バッと言えば木工工場と金属工場、これ溶接ねの工場と、あと洋裁工場、これがなんか一番のこう三大刑務所仕事かなっていう感じで、他になんかパッとこう思いつくってなるとそんなないですよね。電気も取れますよね、免許ね。あ、そうなんですね。僕が行ったところは電気はありませんでした。松本少年刑務所とか行くと電気の資格取れるから、で電気やってる人結構多いんじゃないですか、日本で。それでもやっぱ結構幅って狭いですね。でまた資格を取れる人間はその選ばれた人間じゃないと取れないんですよね。あ、そうなんですか。なんていうのかな、もうみんながみんな取れるわけじゃなくて、もう成績が優秀な人間しか選ばれないっていう感じなんで、だけどやっぱキャパはもう多分10分の1以下だと。あんまり入れ墨もありますよね。入れ墨がやっぱほら日本はね、そういう営業の仕事でお客さんのとこ行くのに、やっぱり見えるところに入れ墨があったりとか、指が欠損してるとなかなか仕事使ってくれないじゃないですか。だけどアメリカの場合は顔に入れ墨入ってたって、普通にどこでも使ってくれるわけじゃないですか。そういうとこでもうね、まるっきりもうスタートの時点が違いますね。考え方が違いますよね。なんか僕が以前何かで見たんですけど、もう全身入れ墨で顔まで入れ墨が入ってる方が学校の教員免許を取ってで、始めたっていうことを聞いて、でそれが、それを批判する側の人間が訴えられるっていうのがアメリカですっていうふうな感じで聞いて。自分がアメリカ裁判何回も受けてるじゃないですか、やっぱ裁判所行っても、そのマーシャル、あとシェリフ、あと裁判官、あと議長、大体8割入れ墨入ってますからね、どっかタトゥーが、そういうところで働いてる人でもタトゥーは入ってるわけじゃないですか。多分アメリカ人口の8割はどっかしっかりタトゥー入ってると思うんですよ。日本じゃね、裁判官が首にタトゥー入ってるなんてありえないじゃないですか。そうですよね。公務員が入れ墨ちょっと入れただけでも結構問題に叩かれますもんね。特に今はなんかそのテレビ局自体がもう前にも増して日本だとね、もう芸能界でも入れ墨を入れてる人はもう NG にするっていうぐらいなんか取り組みがあるらしいですもんね。なんか閉鎖的ですよね。そうですね。遅れてますよね。だからよくアメリカ人が日本は先進国なのに先進国じゃないっていう、そういうとこにあるんだと思うんですけどね。文化の違いとかがやっぱり根本にあるんでしょうね。じゃあ今回また警察のコラボ第3弾になります。また次回も引き続き撮影の方よろしくお願いいたします。